動画撮り、このボーダーバンクスのサイドオーニングですね、僕が言っておりますオーニングルーティーンをちょっとお見せしようと思います。多分ねこの発想、やってる人はいるとは思うんですけれども、専用でやってる人は多分います。でも僕専用じゃないやつでちょっとアレンジして、ちょっとねオーニングルーティーンのまたタープをね出していこうかなと思います。どうなるか僕も初めてやるんで、これ実験動画みたいな感じなんで、最後まで見ていただきましたら嬉しく思います。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。カピジンのボーダーバンクスね、これが必要なんですよ。これしがめないと開きません、はい、インバータ入れます。スイッチ電源、こいつをね、ぶっ刺すんですよね。捻挫しよった、はい、これが普通のねオーニングなんですけれども、今出てる状態ですね。でここにサイドオーニングつけてる人は分かると思いますけど、これでね調整ができるんですよ。でこれがロックですね。もうこれ動きません。なんで初めやるときはもうロックがかかってない状態で、じゃあもう一方をね、片方をぐーっと出します。今これなんで低くしてるかって言ったら、これからねタープをちょっと連結していきますんで。ホールマンのですね、スクエアタープ、めちゃくちゃでっかいやつです、これ。でっかい。初めてのオフ会の時に僕が使ってたタープですね。多分、この初めてのオフ会を見てもらったら、僕がこのタープを普通に設営しとった時の動画が多分あると思うんで、そちらの方もよかったらね、見てみてください。はい、これちょっと広いんでね、どれぐらいかってちょっとわかんない。まずここにかけます。かけたらこれをぎゅーっと巻いていきまして、でとりあえず検証で実験でどうなるかっていう動画なんで、
そうですね。これで。はい。どうしたら、これできるかな。汗だく。多分ね、ここにもう一個ね、すれば強くなると思うんだよね、こっちが。こっちも。でも、あ、そう。まあ、超広いじゃん。やばないの？この広さ。とりあえずですね、オーニングルーティーンです。カフェ人のオーニングルーティーンとして、初めてね、このスーパーターフデラックスっていう UV プロですね。もうでも何年も使ってるんで、もうボロボロになってますけど、ちょっとオーニングに引っ掛けて連結してみまして、はい、どうでございましょう。まあ、天井っていうか、ここはね、もう一丁、一番長いポールがあるんですよ。真ん中に立てるやつが。
それを真ん中にすればもっと広くは天井がなるんで上がるんで、今ちょっと短いコールでやってます。でもね、こんだけあるんで、まあ、ここにかなりの人数、多分ね、これ10人以上バーッと多分座れますよ、ね、なんでこんだけ広いです。まずかなり広いです。今日もね、あの撮影にジンさんに撮影してもらってて、暑い中ご苦労様でございます、はい、多分ね、いろいろちょっとね、あの大変でしたけれども、まあ試してみたくてやってみました。ちょっと次のね、第3回の集まりパピリンの森でこのタープをこういう風にまた出すか出さないかちょっと分かりませんけれども、うん、またあれだったら今回やったんで、まあ、こういう感じでできるっていうのが分かりましたので、またするかもしれません。またあのパピリンのモーニングルーティーン他でまた動画上げると思いますので、よかったらね、あのチャンネル登録ぜひぜひ高評価よろしくお願いいたします。そして肉さんも手伝ってもらってありがとうございます。はい、まあ、こういうね、あの実験検証動画という形で、撮らさせていただきました。はい、最後までねご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。パピリンでした。バイ。